Irasshai. あたしも村正の名に恥ず、あなたの役に立てるよう、あたしも腕を上げなきゃ。
またどうぞ。
Yeah.
ご加護か。このようなところに人が訪れようとは。それがしは蒲生氏里と申す。レオンと呼んでくれても構わぬぞ。商人たちに遅れは取らぬと思っておったが、よもやあやかしがおるとは。この妙な石、貴殿はすでに持っておられるか。あの南蛮商人ども裏ではこの石ころや働き手を必死に集めておる。海の向こうの戦で大儲けという魂胆であろうか。神の教えと渡来品を広めるだけにしておかねば、いずれ いらっしゃい。またどうぞ。
わしのすねこすりたちを見失ったのはこの辺り。見つかると良いのだが。頼むぞ、秀千代殿。人を害さぬとはいえ、こやつらもあやかし、何が起こるかわからぬ。用心いたせ。そういえば、お主にこれを渡すのを忘れておった。お守り代わりに持っていくがよい。しかし、この愛らしさ。せがれにはこやつらが見えぬというが、まったく不憫なことよ。
け。忍びのわしが気を取られてこの有様とは、すねこすり、まことに恐ろしきあやかしを。
Yeah!
し、何でもやってやる。どれ、わしが見定めて死んぜよ。まったく。
Thank you.
まれび。土産話は？役立てるがよい。
姫様の何人も近寄らせはせぬ。誠のうつけならばさせ。父にそう言われ、私は信長様に嫁いだ。なれど、そのうちに燃える美しき野望に触れ、氷のような私の刃は打ち砕かれ、望むは方の夢に生涯寄り添うことのみ。